小雪です。アンです。小雪店アンドコロです。ようこそおいでませー。告知動画選手権、もう年末も近づいてますし、うん、告知することなんかあるんじゃないのっていう話ですよ、うん、我々2人から告知がありますので、それを皆さんにお届けしようかなと思います。あー、これ嘘じゃないですか。本当のことしか言わないんで、うん、では告知スタート。超重大な告知ですから、はい、心してみてください。告知と迷ってるわけですから。そうですよ、何らかのお知らせがあるわけですね。いや、それでは私の告知です。どうぞ、はい。スキー場なんですよ、うん、よくわかったね。すごい、まあね、へえ、まあね、すごいわ。それはマジですごいわ。私がスキーに行くっていうことをみんなには知っといてほしい。そういう気持ち、うん、スキー滑りたいよっていう人がいたら、私スキー友達は募集してるんで、ぜひコメント欄で雪山トークしましょう。そうだね、雪山トークしたい。雪山トークしたい、ね、好きなスキー場の話とかしたい。小雪さんの告知動画お願いします。ピンポンパンポーン。あれ、どうしました。ここで、はい、大変残念なお知らせがあります。動画が間に合いませんでしたので、ここからは画像でお送りします。告知動画選手権なんだけど、はい、告知画像を持ってきた。はい、画像を持ってきました。なるほど。まあでも告知には変わりないです。はい、告知の内容は大事なので、うん、こちら、小雪 SNS 強化月間2022年12月開幕。ちょっと待って、めっちゃいいこと。強化月間2022年12月だね。まあ、月間とは言わずとも、これから頑張っていくよという表明です。今月だけ頑張ろうとしてるやつだよ、これじゃ。こんな可愛い小雪ちゃんのオフショットが見れちゃうと。ちょっと待って、これこいつ、これ何、どうしたのこの子。風で髪があ、そうなんだ。あ、これじゃあ正しいんだ。画質がピャーってなってるな。じゃあ最強すんなよ、その写真を。なんで急にインスタグラム。いや、ね、この前あのサブチャンネルで話したんですけど、うんうん、ファンレターをもらって嬉しかったんですよ、私は、うんうん、なので何かお返しができる方法はないかと思えた時にですね、みんながやっぱり見てるのは SNS だということに気づいたわけですよ、うん、なるほど。あれ、これは推理推理。いや、もう宣言しちゃったから続けるよ。まあでもあんまり無理はしなくていいと思う、うん、無理やり上げられたストーリーは誰も見たくないから、多分楽しんでやってる方がいいですから。そうそうそう、なんか撮って満足しちゃってたところがあるから、はい、それをみんなに分かち合えたらいいなとは思いますね。もう一件大事な告知があるので、それを皆様にお届けしたいと思います。何？大事だから絶対に見てください。とても大事なお知らせです。はい、ではすぐこぶ言ってもしょうがないので、ご覧ください。もしもイベントをうちらがしたときに、いつかちっちゃい会場でも借りて、え、こいつで会うことをお楽しみに。もうやることにしたっていうだけで、うん、人が来るかどうか知らんけども、開催しますので、
ご予定合うよっていう方はぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。開催日時2月の19日日曜日、時間の方はお昼間の時間帯、ライブみたいな感じで何時から何時までで私たちが何かパフォーマンスをしますとかそういうんじゃなくて、何時から何時まで空いてるから会いに来てねみたいな感じ、まああんまパンパンに来るとは全然思ってないんだけど、まあ感染対策的なことも考えてちょっと何人ぐらい来るかはね、こちらも把握しておきたいので整理券という制度で入場してもらおうかなと思ってます。オフ会に参加するための参加料自体は必要ないです。無料？そういうこと無料参加オフ会を開こうと思ってます。その代わり整理券がないと入れないよみたいにしようと思ってる。整理券はちょっと今ねどうやって配ろうか考え中なんで、サブチャンネルの方で全部の情報をまとめてお伝えしたいと思っております。内容もまだあんまり決まってないんですよね。実は相談中でございますので、何にも決まってないのに告知してんの何って感じではあるんですけど、やっぱ日程だけ先に、ね、発表しておきたかったっていうのがあるので、みんなに会いたいからやりますっていう、そういう話。自主的開催、そういうことです。マジ自主開催なんで、みんな来てくれるんだろうか。いやマジで最悪もう2人でスペース借りたところでもうジュースでも飲んで、確かにねぎらい会じゃないけど、そうそうそう、なんかお疲れ様会。だから小雪ちゃんと2人の場合はもうお疲れ様会の動画を上げます。 YouTube に誰も来ませんでしたお疲れ様っていう動画を上げる。はい、それはそれでしょうがない、はい、1人だけだったらもうずっと喋っとく拘束する。確かにずっと言ってください、帰らないでください。怖っ、逆に来たくなくなる。怖いよ。ということで今日はそういう報告の動画だったんですね。そうなんです。もう一個ね、告知をしたいという連絡が来ておりまして、なんと右京さんとみなちゃんから連絡が来ております。なんで？なんかね、流したい告知動画があると。おお、なんか二人もお知らせがあんだな。そうなんですよ。ということで今からね、その告知動画を見ていただきたいと思います。右京さんとみなちゃんからの告知動画で今日はおしまいですね。最後まで目を離さずにご覧ください。以上、小雪ちゃんのころでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。流すよ、ポチッとな。